この人何言ってるんやろみたいな感じでした。その時の率直な感想は、本気でやったー、やりたいですね。歌ってる曲とかも性格とかも全然違う子なんで、あ、なんか面白いなって思いました。はるかちゃんって本当にあのめちゃめちゃ可愛くなって歌も上手くなってオリジナル曲もいっぱいあって、そのオリジナル曲もめちゃめちゃ良くて、なんか本当にストイックじゃないですか。そういうライブ活動とかにすごいストイックで、本当になんかそういうところは尊敬できる子なので本当に楽しみですね。そんなことを一緒にツーマンができるのはめちゃめちゃ嬉しいです。これは多分2人とも同じ意見なんですけど、めちゃめちゃ短いなんか5曲ぐらいしか歌われへんやんけって文句言うてました。ほんまに最初その企画の内容を聞いた時は全然ね頭が回ってなくて、60分でどうって言われた時はいいですねって思ってたんですよ。でもこういろいろこう今構成を考えていくじゃないですか。そしたら待って、60分ってめちゃめちゃ短くないと思って、その60分っていう縛りどれだけ素晴らしい時間にできるのかっていうところもやっぱそこが一番大事じゃないですか。だからその本当にね、人生でこのツーマン行ってよかったって思えるようなライブにしなきゃって、その60分最高のものにしなきゃなって思いましたね。動員上限はなんか賢いなと思いました。なんか30人30人なんですけど、窮屈すぎず広すぎずのスペースなんかなって思いました。見やすい上限なんかなって思いました。で、投票制については、なんか那須田さんが私らの胃を潰しに来たんやなって思いました。動員が私30、はるかちゃん30の計60人が上限っていうことでね、もうね、ウネギはね勝負が嫌い、争いが嫌いなんです。わかりますか？戦いたくない人生を今まで歩んできたけど、これは勝負なんです。わかりますか皆さん？そう、もうねピーって感じなんですけども、もうここまで来たらやるってなった、やるんです、やるんやから、もうはるかちゃんのお客さんに一人でもおねぎまりいい歌歌いやんけ、ええやんって思ってもらえるように頑張りたい。頑張るのは当たり前、歌わさせていただきます。普段オリジナル曲を中心にライブ活動してるんですけど、この日はこの日のためだけにカバー曲を1曲やりたいなと思っております。で、勝ちへの執念でできたステージと、あとは私も歌ってて楽しい、みんなが楽しめるような笑顔になれるようなステージをしようかなと思っております。楽しみにしていてください。うねぎは自分の気持ちを表現するのがとても苦手で、怒りとか悲しみとかそういう喜びみたいなのを伝えるのがとても苦手なんですけれども、唯一歌だけにはそれを乗せることができるというか、歌には感情を込めれてそれを伝えることができる、一番自分らしい瞬間が自分が歌ってる時なんですけれども、
それをあの皆さんの心にも届けたいお気持ちでありまして、ちょっと日本語が変なんですけれども、あの30人、60人のお客さんとスタッフさん、届けれる人全員にうねぎのね、魂のこもった音楽を聴いていただけたらなと思います。あの本当に一曲一曲、一音一音に魂込めて、このライブが終わったら死んでもいいよって思うぐらいの気持ちの込め方なので、よかったらそれをね、感じてもらえたらなと、受け入れ体制でうねぎの歌聴いてもらえたらなと思います。うねぎは歌に感情を込めて、愛を込めて、魂を込めて歌いますので、よかったら見てください。よろしくお願いします。好きです。はるかちゃん、うねぎ勝負が苦手と言いつつも、とてもとても負けず嫌いやから、勝ちたい気持ちはあるし、はるかちゃんも多分めちゃめちゃ勝つぞっていう気がすごいと思うから、私もね、それのその思いに失礼がないように、絶対勝ってやるっていう気持ちで挑むので、悪いけどポコポコにする、悪いけどポコポコにして勝つから、悪いけどポコポコにはさせてもらいますっていう感じです。いつも好きです。ラブです。ラブです。よろしく、頑張ろうね。まだご来場を悩んでいる方々へ、奏はるかのことを知らない人でも、うねぎまりを知らない方でも楽しめる1時間のツーマンライブとなっておりますので、ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。で、もうご来場が決まっている方々へ、結構投票制なんで、どっちに投票するか悩んでるみたいな、あの声を各所から聞くんですけど、それはですね、もう1時間しっかり見て、あのその目で確認して投票していただけたらなと思います。内容の濃い1時間となっておりますので、皆さんに楽しんでいただけるよう、2人とも A ステージしますんで、楽しみにしていていただけたらなと思います。よろしくお願いします。皆さんご視聴いただきありがとうございました。来たる3月12日木曜日、クラブマーキュリーさんで奏はるかちゃんとうねぎまりのツーマンライブがあります。それは多分見てくれてる方なので分かってるとは思うんですけれども、実はうねぎチケットがまだ余っております。チケットがまだ余っております。はるかちゃんは多分もうすぐで、ね、売り切れちゃうと思うんですけれども、うねぎはまだチケットが残っておりますので、ぜひね、この動画を見て興味を持った方も、もともと予約しようかなと思ってた方も、うねぎからチケット買ってくれたらなと思います。よろしくお願いします。いやー、ドキドキしますね。どんどん日が近づいてきました。3月12日、うねぎとはるかちゃん、2人とも全力全開で頑張らさせていただきます。どうかよろしくお願いします。頑張るぞ。おう。